いきなり始まってしまいました。ドラゴンズの話は場外に行きましたぞ。ドラゴンズさんお下がりください。リングスから下がってください。最初からとてもハプニングな展開が始まりましたけども、ちょっとなかなかね、ドラゴンソルジャー選手の強化からの時は焦りましたね。また痛くなると思わなかったです。しかしドラゴンソルジャー選手、曲は分からないままに走りながらめちゃくちゃな展開になっておりますね。でも歌わなくちゃ気が済まないので、さすがドラゴンソルジャー選手ですね。お客さんのフラッシュタイムとかありますおっと蹴られております。完全に伸びていますね、ドラゴンソルジャー選手。やはりこれは曲がかからなかったからここまでやられてるということですかね。そうでしょうね、モチベーションが飛び出したんでしょうね。でもやられてるけど、ちょっと新しいコーチですからね。これはあんまり尻叩きだ、尻叩きに入りました。先ほどはクリーン選手が非常に可愛い可愛いおっぱいを見るところですけども、この尻はあまり見たくないものですね。あ、せっかくミネ選手のおっぱいを見ていい気分になったのが、お尻が来るくらい嫌な気分になりましたね。なるほど、さあリングに戻ってまいりました。さあ何をするんでしょうか。おっと、ブレましたか、ブレましたか。非常に危険な速攻でブレました。おっと、ドラゴンソルジャー、やり返したドラゴンソルジャー、やってまいりました。おっと、フォールに入るぞ。よっしゃ、行くぞ。行くらしい、何が行くのか。稲葉ウア、稲葉、稲葉ウア、いいのか、これでいいのか、稲葉は。やられてるよりもやってる方がいいと思う。カウントする、カウントするでやりますね。自分の背中をマット持っていますから、自分のが効いてますね。完全に、完全にやってる方がいいかと。いい音してるぞ、いい音してるぞ。二人ともチャップの応酬、チャップの応酬。おっと、ロープはないが、飛び込む、飛び込む、喧嘩キックが入った。おっと、どうした、おっと、おっと、これは動脈チョップか。さすがザック様ですよ、ザック様。うん、ちょっと色が白いザック様ですけどね。ときました、完全にこれは伸びております。もういいところがちょっとしかございませんね、ドラゴンソルジャー選手。まだエディゲルのフォーエバーもありますからね。おっと、すごい技が飛び出しました。もっとドラゴンソルジャー選手いいやられ声を見せてほしかったです。おっと、どういった形になるのか。腕を取って変身にあるの、投げたぞ、投げた。これ元ネタのザ・ロックの飛びやつのピープルゼルフォーですね。なるほど、今ちょっと首をひねりましたが、これはロープに行って走ってフェイントかけて、タイルボー決まった、タイルボー。これ決まったらウッツも100発になるんですけどね。なんとも負けないし、一本目エースロックン3秒ピープルゼルフォーからの語り固めでザック選手の勝利。日本ゴング、日本ゴング、ゴング、すぐ日本ゴング。となんと3本勝負の本目はザック選手が勝利して、 DDT、 非常にマイクの調子も悪くなってきました。フィニッシュ、おっとフィニッシュ、フィニッシュか。ドラゴンソルジャー、おっと持ち上がらない。あっ、持ち上げて、おっと出したことだ。これは何がしたいんだ。パイルドライバーを失敗したんです。パイルドライバーを仕事して失敗した、持ち上がらない。おっと、パイルドライバー、これは決まった、決まりました、決まっております。ザック選手もおろうとしております。どうにか、どうにかロープの方に張っていこうとするが、それを阻止するドラゴンソルジャーロー。ドラゴンソルジャーローは何がするのか、首投げに入った。首投げで、さあ胸を叩いて、先頭です、先頭。おっと、守ったぞ、後ろに行ったぞ、何をするんだ。トップローか、トップローに来たエディーゲロフォーエバー、ゲロフォーエバさあ、3本目はどういう形でやるんでしょうか。ちょっと今ちょっと、リングを整備いたしましょうか。リングの整備に入ります。少々お待ちくださいませ。さあ、1本目、2本目、プロレスで行われました。今日はプロレスでよろしいんでしょうか。よろしゅうございますか。 OK で
ですね。はい、よろしくございますね。はい、3本目のプロレスです。3本目、ファイッ。一発二発のエルボーから倒れて、ゴッとちゃんとしたプロレスになっているザ・バッテリースラム。さあ、ザック選手、ちゃんとした戦いがいつものように理想です。おっと、客席に入ってきて、場外からザック選手どうするのか。さあ、控え室の方まで行って、一体ザック選手は何をするのでしょうか。何かを持ってくるか、そしてリング上、じーっと待っているドラゴンソルジャー。おっと、何か CD を持ってきたぞ。何かかけろというでしょうか。ザック選手、マイクを。大阪、マック、DVD、3000円、オークション、2000円、1000円、オークションが始まっております。500円、500円、500円で落札いたしました。なんとデスマッチファイターベストの、ありがとうございます。デスマッチファイターのベストの入っているこの DVD、500円で今購入することになりました。買った。ずっと待っていたドラゴンソルジャー、蹴られるのを待っていたのか。ドラゴンソルジャーは先日からのストーピングですね。組み投げ、いい組み投げが決まりました。おっとスリーパー入りましたよ。おっと、ここでどうするのか。ドラゴンソルジャーの組み持ってロー選手、これでも離れない。おっと、胸をパチン。もう一丁イナバウアー、イナバウアー、これは完全にイナバウアーもやっている方が痛いように見えますね。こんなことばっかりやるから腰を痛めるんですよ。それに痛いだろ。なるほど、持病は、ドラゴンソルジャーの持病は腰を痛めているということ。まあ原因は完全にイナバウアーですね。さあ、おっと、ドラゴンソルジャーまた何か今度は持ってきた。マイク、バック DVD 2500円から。買うやついねえか。2000円、1500円、1000円、やった。おっと、1000円で落札。なんとザック選手が500円なのにドラゴンソルジャーローズでした。これはいいのか、こういう戦い方があったようですね。もっと完全にマイクのコードが抜けてしまいました。1000円で買いました、乱札。倍額の値段です。オークションは500円になってます。1000円で買い上げたぞ。さあ、試合が続きます。エルボーが入りました。うっと、首を振った。手にやり返さないドラゴンソルジャー。おっと、はい、おっと、ナイトルジャーというロックスナルからの戦い方でザック選手の勝利。完全に戦いでは勝ちました、ザック選手。しかしオークションでは完敗ですね。その通り。おまじ。バカ野郎。許せんだもんね。まあ、そんだけお前がこの人たちの人気があるってことだよ。今日は何回か会ってるけど、試合するの初めてだったけど、面白かったよ。ここで手を取り合って。これからも頑張れよ。何でビビってんのお前。これからも私も思ってるのか。マイクやれ。まあ今日買ってくれたのはな、俺の客さんだからな。まあ許せってことだ。力屋さんいるか。力屋さん、力屋さんいないのか。いないなら閉めちゃうぞ。いや、すいません、皆さん、本日はまあこういうバラエティー豊かな興行で、
まあ涙あり、何か笑いあり、まあこういうちょっとしたハプニングもありみたいな感じで、まあ、いつもこんな感じでやってますけれど、多分今後も続いていくのかも思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。じゃあ皆さん、ご起立ください。では最後、自分の必殺技は決まらないんですけど、それの、イナバウアーで締めたいと思います。1、2、3、イナバウアーで皆さん走って走らずに締めてください。では行きます。恥ずかしなんだよ。1、2、3、イナバウアー、どうもありがとうございました。まだまだ